ブックオフはたまに珍しいものがあるから見逃せないわよね。こんなところにゲロゲリが。しかも高額商品だわ。急いで買って帰らなきゃ。ゆっくりマリサだぜ。ってあれ？霊夢がいないんだぜ。ゆっくり霊夢です。霊夢どうした？今日は遅かったんじゃないか？中原中也の本を買いに行ったらゲロゲリの高額商品を見つけたのよ。ブックオフはたまにレアな CD が売ってるからな。ちなみにどんな CD だ？ほらこれ。残念だがこれはレアじゃないんだぜ。ネットで調べたら高額だったわよ。これが昔の LP だったらの話だな。レコードの話なのね。CD でも高額な作品はあるが、この2枚は最近発売されたものだな。だから出回っていたのね。霊夢、そうがっかりするな。せっかくだからセンズリチャンピオン改訂版を紹介するぜ。それにしてもひどいタイトルね。ああ、私もあまりでかい声では読みたくないんだぜ。しかし、最近は音楽紹介の反響も大きいから頑張って紹介するぜ。今回は特別に1曲ずつ紹介だ。1、センズリ活動報告書。どんな曲なの？特撮でも始まりそうなエコー音が響いたと思いきや男性の喘ぎ声と機械的なくちゃくちゃ音が混ざり合う。もっと声を出していいんだよとおっさんの優しい囁きにくちゃくちゃ音、おっさんがずっと囁いてる。と思ったらおっさんが甘いんだよ。バカ野郎とムチでペチン。最後は喘ぎ声とエコーが混ざり合っておしまいだ。それは曲と言えるの？まあ一言で言えばアート作品だな。かっこつかないわよ。2、ライブアット東京ゲイセンターバイオレンス ONANIEHM2MIXADOFNEVERELELESED2NDDEMO 下に傷持つやつら。曲のタイトルが長すぎない？タイトルも長いが収録時間も22分24秒ある。1曲目の続きと思わせる喘ぎ声が続いたと思ったら爆音で激しいノイズ。ゲロピーの頃のパワーを感じる激圧超ハードノイズで一気に目が覚めるぜ。急に激しくなるのね。ああ、1曲目の音量が比較的小さいので順番に再生するとびっくりするんだ。ていうかビビらせるつもりでやってるんだろうな。特に8分45秒あたりから入ってくる男の叫び声みたいなのがかっこいいぜ。タイトルにあるライブアット東京ゲイセンターは、1989年に10部限定で発売されたハート型の LP だ。ちょっとオシャレで可愛いわね。画像や情報も乏しいので、入手も不可能だと思うぜ。同年1989年に発売されたボイセズ・イン・ア・ダークルームのカセットテープ プーザ・アザー・ボイセズの1曲目にもライブ・アット・東京ゲイ・センターという曲がある。レコードの確認ができていないが、北の丸百景によれば曲は同じらしい。そっちは掃除機か何かの接続音みたいなのをぶつ切りで繋いだような音が収録されている。ちなみにバイオレンス ONANIE は、やっぱり初代センズリチャンピオンが一番いいと思うぜ。ゲロゲリゲゲゲを知らない人が聞いたらマリサの今の発言はドン引きよ。3、ゲロ24 from スペイン、ゲロ24サイスペイン。外人の女性がゲロゲリ from スペインって言ってからくちゃくちゃ音。はぁはぁ言いながらしこっている。急にブツッと切れる。頭が痛くなってくるわ。ノンフレンドリーアーベートーベン LSD ライブアット豊島公会堂 30NOV1987 友達はいない館長作曲家 LSD。この曲はめちゃくちゃかっこよくて私はこのアルバムで一番好きなんだぜ。途中でノイズが切れ、舞台をドタバタと走り回る音が聞こえ、一気に激しいノイズが始まる。格の違いを見せつけられる激しいドラムとノイズ。正直これだけ収録されてても高いと思わないほど素晴らしい出来なんだ。それは聞いてみたいわね。ラストの畳みかけの LSD カバーも激アツだぜ。ライブアット豊島公会堂 30NOV1987 ってことはライブの曲なのかしら？パンクの鬼というアルバムの8曲目にサザエさんとマスオの S‐X って曲があるんだがその曲の後にボーカルが早口で11月30日、豊島公開をよろしくお願いしますと言っていたが、それがこの曲だと思うとかなり感慨深い。全部でたらめってわけじゃないのね。5、ゲロ27 from フランス、ゲロ27サイフランス。こっちの喘ぎ声の方がセクシーだぜ。そうなのね。6、センズリチャンピオンデスバレアリックミックス。俺たちにとって S‐X は迫るズリのリハーサルでしかない。パンクな名言ね。このアルバムの集大成といえるぜ。ラスボス感あふれる地響きのようなノイズが響き渡る。脳が揺れる、頭が揺れる。突如ピアノのような音が聞こえる。なんか神々しさを感じる。最後はどうなっちゃうの？最後はシコシコで終わるぜ。ですよねー。まあ、いろいろ調べながら説明していたんだが全部帯に書いてあるんだぜ。ゲロゲリゲゲゲがこうやって一曲一曲を振り返りつつ説明するのは結構珍しいと思うぜ。A 面のマスターが盗難って書いてあるわよ。
これがネットオークションに出たら笑っちゃうんだぜ。どんな気持ちなの？他にも4曲目が新たに発掘されたビデオからの初解禁だったり、パンクの鬼の曲ローラーが人の名前だったり、LSD と仲がいいなど、いろいろな情報が掲載されてて面白いぜ。勝手な解釈ではあるが、センズリチャンピオン改訂版を考察すると、ゲロゲリゲゲゲ山内純太郎氏の怒りを強く感じる。ジャケットに書かれている文章の裏の背景はバンド名や曲名や卒アルの写真、センザリチャンピオンの LP のおまけでついてくる紙がひび割れている。CD には般若心経のごとく、熱い思いが綴られており、CD 裏には、コピーペーストだけの腐れ音楽、YouTube R、ブート野郎よりゲガれねえお前をてえ、稼げなくなった時のお前の悲惨な生活が一番見てえ。と強烈な言葉が添えられている。このは目玉を名乗っている目玉への何らかのメッセージ。そんなわけないでしょ。ちなみに目玉はディスクユニオンで購入したので、ザ・ゲロゲリゲゲゲ32988ライブアット OZ が特典でついてきたぜ。1988年12月3日新宿2丁目、OZ の未発表音源。タイトル曲、センズリチャンピオンのライブバージョンはこれが最初で最後の演奏とのこと。新宿2丁目ってことは、そういう場所でしょ？ああ、まさしくゲロゲリの聖地。かなりかっこいい6分41秒だったぜ。もう一つの特典はこっちだが入手できていない。どうやって手に入れるのかもよくわからないぜ。非売品はマニア心をくすぐるわね。今日はゲロゲリゲゲゲのセンザリチャンピオンリバイスとセンズリチャンピオン改訂版を紹介したぜ。そういえば他にゲロゲリは売ってなかったのか？オレンジ色のジャケットでパンクがなんとかって書いてあるアルバムがあったわね。あとはお医者さんがモンスターみたいなのを引っ張ってる気持ち悪いジャケットだったわ。それはいくらだったんだ？確か1枚580円だったわ。その2枚は高いやつなんだぜ。急いで買いに行くんだぜ。確かにあったのに、店員さんに聞いてみるんだぜ。なんてアーティストですか？ゲロゲリゲゲゲなんだぜ。ゲゲゲの鬼太郎はアニメコーナーになります。ゲゲゲの鬼太郎じゃなくてゲロゲリゲゲゲなんだぜ。タイトルはわかりますか？セアーズリパワーアップなんだぜ。え？あ、いやなんでもないんだぜ。その変な CD 名がさっき言ってましたよ。うぎゃー。その後二人は警察が到着するまで回転し続けた。